エルダーさんは動物病院で看護師をしています。怪我や病気で弱っていた動物たちが元気になって帰っていくのが看護師として最大の喜び。彼女は本当に動物が好きで少しでも助けになりたいと考えているのです。そしてそれは仕事においてだけではありませんでした。みんなが諦めかけた一匹の犬の命をエルダーさんは救ったのです。その犬の名はパチーノ。空き家で発見され、目を覆いたくなるほどひどい怪我を負っていました。かわいそうに、おそらく人間からの虐待を受けたのでしょう。全身傷だらけで痩せ細り、体は汚れてしまっていました。おまけにすっかり体が冷たくなっています。寒さの中、どれだけ辛い思いをしていたことでしょう。パチーノを保護した施設のスタッフはすぐに彼を動物病院へと運び込みます。それがエルダーさんの働く病院でした。パチーノを目にした途端、獣医さんの顔が曇ります。あまりにもひどいパチーノの状態、治療がとても難しいものになることは明らかでした。施設のスタッフさんと思わず目が合います。考えていることは同じでした。悔しいけれど、殺処分しか道はないかもしれない、そう結論付けられたのです。ですが、ただ一人この方針に納得できない人物がいました。それこそがエルダーさんです。彼女は獣医さんとスタッフの話し合いの場に立ち会っていました。看護師としてパチーノの治療が難しいことはよく分かりましたし、殺処分の話が出るのも理解できますけれど、どうしても気持ちが追いつきませんでした。本当にそれでいいのだろうか、何かもっとできることがあるのでは、心の中で次々と思いが込み上げてきます。そしてエルダーさんは気がつきました。私、この子をどうしても助けたいんだ。それならできることはすべてやってみよう。そう決意したのです。エルダーさんは獣医の先生に伝えました。治療費はすべて私が出します。パチーノの手術をお願いします。と。そうしてパチーノは手術と治療を受けられることになり、その後は飼い主さんが見つかるまでエルダーさんの家でお世話してもらうことになったのです。実はパチーノが乗り越えなくてはならないのは治療だけではありませんでした。人間にひどい目に遭わされたせいで、怖がりで臆病になってしまっていたのです。エルダーさんの家に着いてからもかなり緊張している様子でした。そんなパチーノが心を開いてくれるよう、エルダーさんは少しずつゆっくりと時間をかけて信頼関係を築いていきます。人間がみんな怖いわけではないということ、パチーノは愛され自信を持って良いのだということ、エルダーさんはそれを伝えたかったのです。パチーノは少しずつ家の中でリラックスした表情を見せるようになりました。人間の前で緊張することなくくつろぐ様子を見せてくれるのは大きな進歩です。エルダーさんは嬉しくなりました。やはりパチーノの命を諦めなかったのは正しい選択だったのです。エルダーさんの優しさと愛情はしっかりとパチーノに伝わっていました。あんなに怯えていたパチーノがエルダーさんに寄り添い、そばにいたがるようになったのです。怪我も治り、飼い主さんを募集できるようになった頃、エルダーさんはもうパチーノと離れられなくなっていました。エルダーさんとパチーノの間には強い絆ができ、お互いにこの先も一緒にいたいと思うようになったのです。それから何年も経った今、パチーノを見ても誰も過去に辛い目にあったことなどわかりません。すっかり自信を取り戻したパチーノは、エルダーさんのおかげで人間のことも好きになってくれたのです。今では誰に対しても怖がることなく、
笑顔を見せてくれるパチーノ。エルダーさんに命を救われ、その後の生活を楽しんでいます。パチーノの笑顔を見るたび、エルダーさんの心も温められます。あの日パチーノが殺処分を逃れたことは、彼にとってもエルダーさんにとっても幸せなことだったようです。そしてパチーノと出会ったすべての人々も、彼が生きていてくれてよかったと感じていることでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。